さあ、ということで、セルフクエスチョンですね。過去の新聞記事。鹿島レイクを扱った記事か。しかし、こんな記事は全くのデタラメだろう。しかも、あの、落合という男。この記事を鹿島レイク伝説の根拠にしてる。私をからかってるような。こっちで行ってみようか。落合が私をからかってるように見える。しかし、記事の内容を見る限り、彼が言いたいのは、この記事を鹿島レイク伝説の根拠にしてるということだ。だとしたら、根拠としては弱い。根拠としては十分。まあ、ひとみさん視点でいけば、弱いを選びたいところでもあるのかな。どうなんだろうな。根拠としては、薄弱すぎるだろう。何しろこの事故と鹿島レイクは直接関係はない。ある直接は関係がないだろう。それは記事中にあるこの文字が証明してる。再燃という文字、鹿島レイクという文字。再燃という文字、これは以前に鹿島レイクという噂があったからこそ使える言葉だ。つまり噂の発祥はこの事故ではない。事故と鹿島レイクは無関係ということだ。元は一つの事実、都市伝説の正体なんて所詮そんなもんだろう。元のネタが分かれば何もすることはない。そんなことを考えてるうちに霊安室の前に取り付いた。相変わらず寒いよね。ここは遺体腐敗から守るためには当然の事だ。白衣一枚でここに来てしまったのは間違いだった。亡くなった鏑木照光の遺体はこれか。え、私があそこで見た鏑木照光の遺体は右腕を切断されていた。鋭利な刃物ですっぱりと。ちょっとどういうこと。何度も何度も確認してみたが答えは変わらない。鏑木さんの右腕、硫酸により損傷した右腕はすっぱりと切り落とされている。その時だった。背後に人の気配を感じたのは、あの病室に閉じ込められた時に感じたあの視線と同じもんだろうか。だが振り返ってみても誰の姿も見えない。それに霊安室にしては少し寒すぎる気がする。高田先生に報告しないと。ドアはまたしても開かなくなってる。どうしてもあの病室での一件を思い出してしまう。しかも室内はどんどん温度が下がってるように思える。このままでは凍えてしまうかもしれない。ちょっと誰か。寒い。もう凍えそうな寒さだ。両腕で自らの体を変え、私はその場にしゃがみ込む。もう待つしかないような気がしたから。停電。しかしこの停電は幸いだったかもしれない。これでエアコンもしばらくは稼働しないだろう。室温もこれで大丈夫だ。完全な暗闇の中、複数の足音が聞こえてくる。すれば私の前を行ったり来たりしてる。扉が開いたような音は聞こえなかったが、ということは最初からここに誰かが。足音はずっと左右に動いてる。こうやって視覚が遮断されると聴覚が非常に敏感になる。聞こうとしなくても足音は耳から離れない。突然明かりを向けられ、私は思わず目を追った。暗がりの中に人の顔がぼーっと浮かんでいる。それは心配そうな顔をした高田先生だった。高田先生か。高田先生、気分大丈夫だったか。はい、なんとか。急に停電になったから大丈夫かと思って扉の方を見てみると、それはすでに開け放たれている。泣いたような音はしなかったのにどうしてだろう。そして複数の足音がしたはずなのに、目の前には高田先生しかいない。他に誰かがいたんだろうか。先生はお一人ですか。ああ、そうだが、どうした。いえ、何でもありません。ありがとうございます。おかげで助かりました。しかし寒いな、普段よりも。ねえ、だんだんと室温が下がっていったみたいなんです。なるほどな。しかし何ですか。誰がいじったんだ、その温度調節スイッチ。さあ、わかりません。本当は今までに起こったことすべてを先生に話そうかと思ったが、しかしそれはある側面からオカルトを認めてしまうことになりそうでできなかった。
そういえば高田先生にあのことを話さなきゃいけないな。それともどうしようか。高田先生に腕の話をするか、それとも、おお、ここで選択肢か。高田に腕の話をする。停電中の話をする。構わず暖を取りに行く。危ない気がするな、このカリッジは。腕の話をしようか。先生、鏑木さんの右腕なんですけど。なあ、それがこの通りなんです。私は鏑木の遺体に近づいた。切り離されただけだったはずの右腕がいずこかへと消え失せてしまってる。鋭利な刃物で切られたようだな。鏑木の右腕は一体どこに。あの暗がりの中、消失してしまったというのか。ようやく停電が治ったようだ。しかし鏑木の右腕が戻ることはなかった。式部君、高田先生に呼ばれ鏑木の遺体に近づく。何でしょう先生、この右腕だがね。誰がどうして持ち去ったんだろうか。持ち去るにはそれなりの理由があるはずですよね。さあ、ということで結構立て続けに来ましたね。セレクエションです。片腕の行方。そういえば、なぜ鏑木の右腕は切り落とされたんだろう。切り落とさなければいけなかったから。偶然切れてしまったから。切り落とさなければいけなかったから。切り落とさなければならなかった。すなわち、切り落とされなければならない理由がそこに存在したということになるんだろうか。切り落とさなければならないということは、右腕には何かがある。何もない。何かがある。右腕には何かがある。それは、右腕には思い出が詰まってる。証拠が残ってる。証拠？右腕には証拠が残ってるからか。では切り落として持ち去った理由は。さあ、結論来ましたね。警察に証拠を見られたくなかった。犯人は警察を恨んでる。警察に証拠を見られたくなかったから。鏑木の右腕消失に事件性があるとしたら、犯人に不利な証拠が残っていたと考えられるんでは。おそらく何か見られたくないものが右腕にあったんじゃ。しかし解剖の際には何も見つからなかったぞ。ではどうしてでしょう。まあ、それは後で考えることでしょう。とりあえずは暖を取った方がいい。ねえ、コーヒーでも飲みたいですね。廊下に出て一階に上がる。するとそこには久子さんの姿があった。久子さんか。久子さん、どうしたんですか。ここは高田先生をはじめとする先生たちの研究室がある研究棟だ。久子さんがさっき高田先生のところに来たのはもうかなり前のことだ。それなのにどうしてここに。すいません、迷ってしまって。迷った。こんな簡単な建物構造で果たして迷うものなんだろうか。高田先生の研究室を出て帰ろうと思ったんです。そうしたら道に迷ってしまいまして。そうか。そうしたら急に停電でしょ。入り口の自動ドアが開かなくなって、それでここにいたんです。そうだったのか。それは大変だったね。ここ研究棟は入り口がオートロックの自動ドアになってる。基本的にキーカードを持ってる人物でないとここに入ることはできない。出るときは自由だが。もう大丈夫ですよ。電気も復活しますし。そうですね、お邪魔しました。そう言って久子さんは優雅に振り返ると研究棟から出ていった。ほれ、コーヒー。おー、飲んでますね。ありがとうございます。あらざかいコーヒーは私の体温をすぐに取り戻してくれた。ようやく得たくつろぎを邪魔するように電話が鳴る。何、高田研究室ですが。どっから悩んだろう。私はまた一口コーヒーを吸って体温を取り戻した。停電の原因なんだが、何か分かったんですか。なあ、管理センターからの電話だったんだがな。どうやら地下の冷房が原因らしい。地下の冷房。地下の冷房？地下、さっきまでいた冷暗室付近の空調が全て限界を超える温度に設定されていたようだ。そのため停電が起きたらしい。それであんなに冷えていたんですね。ああ、幸いなことに患者棟の電源は別だったから大事には至らなかったが。でもどうしてそんなことを。それに鏑木の右腕を持っていたのは。
一体誰があんなことを。そう、あの状況では何もわからなかった。カブラギテルミスの右手を切断したもの、そして私を襲ったここ数日の出来事、一連の出来事は必ず誰かが行ったことだ。犯人はどこかにいる。そういえばすっかり忘れていた、高田先生と久子さんは知り合いらしいが、どういう仲なんだろう。今ならその話もできそうだ。お、聞くのかな。でも他にも聞いておきたいことはたくさんある。どれから聞いていけばいいのか。さてどうしよう。私は、さあということで選択しましたね。久子との関係を尋ねる。福岡くんの病状を聞く。落合の話をする。久子さん行ってみようか。ところで、式部君。はい。ここに置いてあった検視報告書持ってないよな。ねえ、持ってませんけど。どこに置いたんだろう。おかしいな。見つからないんですか。なあ、教授に提出しないといかんだが。田原先生、話は変わりますけど、久子さんのことご存知だったんですよね。ああ、彼女はな、昔ひどい事故にあったんだ。それで右腕に大怪我を負って、その時にオペを担当したのが私というわけだ。それはいつ頃なんです。今から13年ほど前だ。私がまだ北海道にいた頃だな。北海道、13年前。もしかしておー、ここで行きますか。セルフクエスチョン。高田の話から推測。高田先生の話から推測すると、北海道の事故で久子はひどい傷を負った。久子は入院した。これはどっちでも良さそうな感じはあるけどな。選んでもね。北海道で起きた事故で久子はひどい傷を負った。そのオペを担当したのが高田先生だ。地元の開業医だ。高田先生、高田先生、先生が北海道にいたのは事故があった13年前、つい昨日のこと。めちゃめちゃ最近だね。13年前、13年ほど前。これは落合にもらった切り抜きと時期が一致する、一致しない。13だったっけ。時期は一致するということは、この記事に書かれているのは久子さん、そしてその担当医が高田先生。先生、もしかしてこれ。落合からもらった切り抜きを差し出すと、高田先生は笑いながら言った。こんなの嘘っぱちだ。嘘。実際はこんなにひどい事故じゃなかったし、それに鹿島玲子なんて三流のやることはやはりこの程度のレベルか。さっきも話したが、久子さんはあの事故で右手をひどい怪我を負った。それだけでこんなひどい記事を書くなんて許せないな。ねえ、確かにそうですね。人の不幸を何だと思ってるんだ。そうか、彼女が手袋をしてたのはその傷を隠すためだったのか。そして新聞の題材になった鹿島玲子は、マレキ久子さんか。久子さん、かわいそうですね。ああ、当時はまだ小学生だ。かなりひどいいじめにも遭っていたようだよ。そうだったんですか。その相談にも乗ったことがある。もしかするとその頃のことなら、スミ君がよく知ってるんじゃないか。なあ、そうですね。彼は同級生だって言ってましたし。まあ、しかし改めて調べるようなことでもないだろう。そんな他人の過去を今更掘り返すなんて。そういえば久子さんで思い出した。彼女はどうしてあの時あの場所にいたんだろう。閉じ込められていたからというのはわかる。だけどとっくに電気は回復していたはずなのに、彼女は自動ドアの前に立っていた。マレキ久子さんか、話を聞いてみよう。そういえばさっきから気になっていたんだが、高田先生のデスクにあるパソコンには見たことがないファイルが開かれてる。あのファイルは何なんだろう。あれ、そしてあれは、これは見覚えあるね。高田先生の机の上には見知らぬ薬が置かれてる。あの、高田先生、なんだい。すいません、あの、その薬は何なんですか。するとあのファイル、ああ、君には関係ない患者マンだ。そうですか。しかし、この薬は見たことがない。今まで一度も。高田先生はパソコンのファイルを閉じると、慌てて、机の上の薬を引き出しにしまった。え？一瞬だがファイル内容が見えた。そこには、福岡篤文。
福岡くんの名前が記されていた気がした。先生、そのファイル。なんだ？今、福岡くんの名前が。いや、違うよ。これは認知障害患者のための新薬なんだ。君が知らないのも無理やないさ。認知障害患者、でも福岡くんは。それよりも、そうだ。今度一緒に食事でも行かないか。そんな、ごまかさないでください。ダメかな？いえ、ダメというわけではないですけど、今は別の話を。明日の夜、その時詳しく話すよ。わかりました。高田先生のことを上司としてしか見ていない自分は確かにいたけど、でも一方で男性として惹かれてる自分がいたことも確かだった。あ、そうだ、高田先生。何かな？久子さんの住んでるところわかりますか？確か、冠城さんと一緒のところだから。青山一丁目だよ、先生。突然ドアの方から声がする。振り返ると、そこには落合が立ってる。落合さんか？あなた。悪いね。盗み聞きするつもりは。耳まで赤くなるのが分かった。この男は、どっから話を聞いていたんだろう。失礼します。私、久子さんのところへ。廊下に出ると、そこには鈴見くんがいた。どうしたの？そんな暗い顔して。やっぱり、高田先生がいいんですか？え？僕も勇気出して吸ったのに、やっぱり高田先生がいいんですか？そんなこと。鈴見くんは立ち尽くしてる。このままではらちがかない。ごめん。また今度。とにかく、急がなければ、私の考えが正しかったな。あなたは知らないんだ。高田先生は。鈴見くんの叫びが背中に突き去る。振り返ると、鈴見くんはまだ立ち尽くしてる。鈴見くんを問いたらすか、それとも先を急ぐか。おー、ここでか。逆方向へ走るがあるね。先を急ぐ、鈴見くんを問いたらす、逆方向へ走る。問いただすで。借りじたら使っちゃいましたね。使い切っちゃったな。いいわ、鈴見くん。何が痛いの？さあ、今の続きを言ってごらんなさい。何？高田先生が何なの？教えてくれ、鈴見くん。仮辞を使ってしまったんだ。はっきり言いなさい、鈴見くん。あの先生は、この病院で。何？どうしたの？鈴見くん。その時だ、鈴見くんの目線が一点を見て、ようこした。わあ。振り返ると、そこには高田先生の姿があった。先生は、今までに見たこともないようなとても険しい顔つきをしてる。研究室から体半分を出して。高田先生。先生、僕は何も言ってません。本当です。ねえ、宿部先生。ねえ、それじゃあ私は。私は走った。振り返らずに走った。背中に二つの線が刺さる。高田先生の強い線と鈴見くんの線。決して逃げたんではない。久子さんのところへ行って真実を聞くためだ。自分にそう言い聞かせた。これぐらいの言い訳をしなければ高田先生から逃げた自分をごまかせない。久子さんが住んでるマンション、冠城照光のマンションは病院からバイクで5分ほどのところにあった。さて、何と言って入ったもんかな。ここは担当直入に行ってみようか。私はマンションのエレベーター乗り、目的のフロアへ向かった。はい、冠城です。すいません、鴨江大学附属病院の式部と申しますが、ちょっとお話を伺わせていただけませんか？はい、今開けます。部屋の中は 4LDK ほどの広さがある。私はリビングに通された。どうぞお座りになってください。久子さんの声は相変わらず冷たい。式部先生でしたね。今日はどういったご用件で？あの、最近私の身の回りで不可思議な現象が起こってるんです。でもそれは人為的なものだと思いまして。率直にお尋ねします、久子さん。あなた、冠城さんの右腕を持っていませんか？自分でもバカな質問をしてると思う。しかしもう後には引けない、私は続けた。私があの霊安室にいた時、あなたもそこにいた。そして冠城さんの右腕を切り離し持ち去った。根拠はあるんですか？あります。自信が割りなんですね。警察の方は諦めたのに。今期はあの時のあなたの行動です。行動ですか？久子さんは不思議そうな顔をしてる。あなたは停電中の研究棟内にいましたね。
ええ、それが電力が回復した後もあなたはしばらく島内にいた。出られたはずなのに出らなかった。そうでなければあそこでエントランスであなたに会うすがない。だからそれは迷っていたと。迷う、あの単純な灯台を。それは理由としてはちょっと納得できませんね。さてどうしよう。ここで次のカードを切るべきか。どうする、新聞の切り抜きを出すか、それともさあということで新聞の切り抜きを出す、様子を見る、話題を変えてみる。まあ仮に実感切っちゃったからな、実質一択ですよねこれ。まあ、切り抜きでいくしかないわな。いきますか。伊佐子さん、これを見てください。落合からもらった新聞の切り抜きを差し出す。伊佐子さんの顔色は変わらない。これ私のことですね。彼女はあっさりと認めた。この記事に書かれているのは私です。やはりそうでしたか。なんだか急に自分の行為が恥ずかしくなった。これでは落合と変わらないではないか。先生、これを見ていただけます。伊佐子さんが取り出したのは小学校の卒業アルバムだった。そこには幼き日の伊佐子さんと鏑木照光、そして鈴見くんの姿がある。鈴見くんと鏑木はとても仲良しでした。鈴見くんの鏑木はクラスの中心人物で、いつも私たち女の子をいじめていたんですよ。今となってはいい思い出ですけど。本当にいい思い出ですか。私は想像に基づいて彼女の言葉を否定した。どういう意味でしょうか。彼らのいじめはいい思い出になるような、そんな可愛いものだったのかしら。ひさこさんは表情を変えずに押し黙ってる。その遠くを見つめる瞳は何を持ってるのか。そうということで、セルフクエスチョンですね。過去の記事とひさこ、ひさこさんのさっきの話、鏑木照光と鈴見くんの小学校時代の話は本当なんだろう、嘘に決まってる。おそらく本当なんだろう。そしてここで思い出すのがあのことだ。新聞記事のこと、事件のこと。新聞記事、気になるのはあの13年前の記事だ。それがもたらした結果を想像するに、さあ結論だね。ちさ子さんはいじめにあった。クラスに馴染めた。あの新聞記事が原因でひどいいじめにあっていた。ということは想像に難くない。小学生から中学生ぐらいの年齢ならばあの記事を真に受けてしまうだろう。なんともひどい話だ。ちさ子さん、鈴見くんと鏑木さんにいじめられたのは鹿島レイ子の噂が原因なんでは。だとしたら相当ひどい仕打ちを受けたんでしょうね。伊佐子さんは初めて私の言葉に反応見せた。何か冷たいものでもいかが。そこの冷蔵庫に。伊佐子さんは動揺してる。いじめの過去は事実だろう。あと少しで真実がわかるかもしれない。伊佐子さん、冷たいものなら私よりあなたに必要なんじゃないかしら。私は立ち上がり、勝手に冷蔵庫の中を覗き込んだ。動物のような絶叫とともに、伊佐子さんが瓶を投げつけていた。完全に油断していた。瓶は私のすぐ隣に落ち、そして床がじゅーっと音を立てて焼けていく。伊佐子さん、あなたにわかるの？あのいじめの辛さがわかるというの？伊佐子さんは瓶を拾い上げようとしている。私はとっさにその瓶を切り飛ばした。カラカラと音を立って瓶が転がっていく。本当に辛かった。みんなから鹿島玲子だ鹿島玲子だって言われて、石を投げつけられたこともあったわ。伊佐子さんは床に手をついたまま話を続けた。もしかして伊佐子さん、あなたはいじめを清算するために鏑木照光に近づいたのね。ええ、そう。それ以外に理由はないわ。あの新聞が出てからひどいいじめにあって何度も死のうかと思った。でも死なかったわ、あいつらのために。鏑木はいつの間にかカリスマと呼ばれていた。そんなモデルの彼が右手を失ったらきっとマスコミは大騒ぎするわ。あいつにも同じ気持ちを味わわせたかったのよ。
好き勝手に帰ることがどれだけ辛いことなのか、それを知らしめてやりたかった。そう、でも鏑木さん死んだわ。ねえ、それは誤算だったわ。まさか死ぬとは思わなかった。悔しいわ。だってそれじゃあ復讐が完結しないもの。それにおかげであいつの右腕を持ち帰る羽目になったしね。右腕をどうして？ずっと見ていたかったからよ。見ていたかった。それは初めて意味する言葉のようだった。アイスの右腕を見ていることで私は安心を得られた。アイスも同じなんだって思うと心が安らいだ。カブラギの右腕をずっと見ていること、それが私の復讐。彼女の真っ白な顔が狂気に歪んでいく。私にいろいろ仕掛けていたのはあなたなの？ねえ、あなたが鈴見に疑いの目を向けるよね。それは鈴見にとって大きな苦しみ。どうして私に？鈴見はあなたのことが好きなのよ。できればあなたの手で鈴見を殺させたかったんだけど。そんなことのために、いや、部外者の私にそんなことなど言う資格はない。私にできることは。磯子さん、あなたの復讐は終わったのよ。警察に自首なさい。立ち去ろうとする私の背中に最後まで彼女の静かな笑い声が付きまとった。なんともやりきれない事件だった。私はふと高田先生との約束を思い出した。明日の夜、先生と食事を。この曇った心を洗い流すための逃げ道を無意識に探し出していたから思い出したのかもしれない。しかしその前に最後にもう一度だけ事件の整理をしておこう。そうしたら自分を解放してあげよう。さあ、ということで推理ロジックですね。まあ全部空欄って感じかな。さあ、カブラギさんだね。カブラギさんは多分カリスマモデルかショック氏のどちらかなんだろうな。カリスマモデルで、ここは鈴見さんとカブラギさんだね。同性疑惑、地元の友人、同級生。まあどっちでもいいのかな、地元の友人か同級生なら。同級生で、で落合さんと鏑木さん。ここはまあスクープかな。で福岡君と高田先生。じゃないのかな、これはね。新薬を投与、落合さんと福岡くん。まあ、ここは取材で福岡くん。そうで行くか。で鈴見さんと高田先生。高田先生の秘密を知ってる。まあそんな感じだったよね。で久子さんと高田先生は患者。これは鹿島レイコか。鹿島レイコと久子さんか。ここはまあいじめ、列車事故。列車事故かいじめだろうな。列車事故で、で久子さんと鏑木さん。まあ、婚約者でいいのかな。復讐でも良さそうだけどね。
習で行くか。で、ここは久子さんと鈴見さんか。まあ、同級生ですかね。復讐のができてんのかな。まあどっちでも良さそうっちゃ良さそうだけどね。とりあえず埋まったよね。行ってみよっか。お願いします。そうか、新薬をどういう丸なのか。今夜は高田先生と約束をした夜だ。昨日あんなことがあったんだけど、だからこそ会いたい気持ちが強かった。約束の時間は8時、もう30分も過ぎている。高田先生、もしかして休館でも入ったのかな。それとも振られたかい、式部先生。見るとそこには落合がいた。あなたどうして。張り付くことが仕事なもんでね。落合は苦笑交じりに答えた。そう、結構の仕事ね。私もこの男の扱いには慣れてきた。隣、構わないかい先生。どうぞ。マスター、ギムレットを一つ。渋いもの頼むじゃない。昔から好きなんでね。お酒が入ったからか、それとも仕事を終えたからか、落合の態度はいつもより砕けてきている。別に非難してるわけではない。むしろこれが彼の本来の姿のような気がする。もう福岡君には張り付かなくていいの。なあ、彼ももういないからな。え、どういうこと。高田先生も福岡君も消えてしまったよ。俺たちの手の届かないところへね。手の届かないところ。まさか死んだなんてことは。私は恐ろしくて引っ返さなかった。先生、この間リスト持ってるかい。ええ、これね。この新薬、人体実験を飲もうなんだ。前にも話したと思うが。またその話を蒸し返すの。なあ、気になって。リスト上は、ただの、流感用ワクチンになってるかね。こいつは表向きの話だ。じゃあ、裏の話は。副作用があるんだよ、脳にね。落合が、自分の頭を揺さしていった。脳。福岡君、彼の病気の原因となった薬は、こいつなのさ。そして、その新薬実験をしていたのが、俺が追いかけてる組織なんだ。組織ですって、バカバカしい。国家ぐるみの陰謀だらでも言い出すのに。あなたは記者辞めて、脚本家になったら。まあ、先生ならそう言うと思ったよ。でも、とりあえず、最後まで気になって。で、その組織の手先になって、病院を隠れ蓑に、実験を行っていたのが高田先生。さっき彼の研究室に行ったんだが、もぬけの殻だったよ。自宅の電話にも出ない。研究資料も消失。おそらく、何らかの成果が出たのか、それともその逆か。僕は後者だと思いますよ。あの人は失敗したんだ。カウンターから後ろを振り返ると、そこにはスミ君が立ってる。スミ君、いつ彼なの。僕を見ました。高田先生のデスクは、すでにもぬけの殻です。何もかも、綺麗さっぱり。それで、あなたはそれを私に伝えに来たの。ねえ、それに、その人が話してる新薬の実験も本当です。僕は高田先生に頼まれて、福岡君に見知らぬ薬を投与しました。そんな、嘘でしょう。あの高田先生がそんなことを。すいません、式部先生を裏切るような、最低ですよね、こんなこと。ねえ、最低よ。その薬は何だというの。どんな副作用があるというのよ。先生も知ってるはずだろ。あの薬は精神に働きかけ、極度の興奮状態を引き起こしたり、逆におとなしくしたりする効果が。ちさ子のことですか。鈴見くんが落ち合いの言葉を遮る。先に答えをバラすなよ。ちさ子さん、あの人はどうして。顎をひげを狙いながら落ち合いゆっくり答えた。彼女ね、被験者だったなさ。俺の調べたところじゃ、マレキちさ子さんもずっと高田先生のところへ通っていた。僕もたまたま高田先生のところへ向かうちさ子を見ました。ちさ子は週一で先生のところに通っていました。
僕は会わないようにしていましたが、スズミ君は磯子さんの復讐を恐れていたんだろう。それほど彼はひどいことをしたのか。私、病院に帰るわ。私はバーから出てタクシーを拾った。落合とスズミ君が話したこと、それが嘘だと早く確かめたくて。高田先生、先生の研究室には誰もいない。最初から誰もいなかったかのようだ。机の上もロッカーも片付いている。な、パソコンのモニターは真っ暗になってるが、電源は落ちていないようだ。どうやらスリープ状態らしい。マウスを動かすと再びモニターが動き出し、そこにはあのファイルは開いたままになっていた。高田先生が隠していたあのファイル。未承認、新薬、投薬、実験リスト。そこにはそう記されていた。そして福岡君の名前、投与した薬の名前、日付、その後の経過、それらが詳細にわたって書き込まれている。そうか、マジっぽいな。そしてセルフクエスチョンだね。リストの内容、福岡君に投与された薬と落合の新薬リストを照合してみると、薬に名前が一致する、一致するもない。まあ一致じゃないかな。一致する薬がある。つまり福岡君に投与されていた新薬は未承認のものだ。承認済みのものだ。未承認のもの。福岡君に投与された新薬は未承認のものだ。どうしてそんなものが入手できたのかわからないが、少なくともそれが投薬されていた事実はここにある。しかもそれを行っていたのは高田先生だ。他の先生だ。高田先生、投薬を行っていたのは高田先生だ。落合の話だと組織がどうとか言っていたが、全ては落合の言う通りだった。最初から組織に仕組まれていた。全ては落合の言った通り、最初から彼は本当の話をしてたんだ。そうなってくるのかな。まさか本当だったの。信じられなかった。このファイルに書かれていることは全て嘘であってほしかった。落合が言っていた厚生労働省が認可していない新薬、それが福岡君に投与されていた形跡、薬の説明欄には流感用ワクチンと書かれていた。この流感用ワクチン、落合が言っていた精神に影響を及ぼすワクチンだろうか。これが久子さんにも投与されていた。彼女の激しい表現ぶりはこれが原因か。福岡君は彼はどうなったんだろう。落合の話では彼もまた消えたと。私は607号室で急いだ。え、マジで綺麗になってる部屋が。部屋の中はもぬけぬ殻になってる。綺麗に片付けられた室内、ここも最初から誰もいなかったかのようだ。ナースステーションに走り、福岡君の素材を確認する。しかし彼はすでに退院していた。そんなバカなこと。退院の手続きは高田先生が済ませ、その後先生自身は辞職届を出していた。こんなことありえない。高田先生はどこへ行ってしまったのか。そして福岡君は、わからない。何もかも私の常識の範疇から外れている。もしかしたらいつもの高田先生の姿がそこに。そんな幻想を抱きながら私は先生の研究室にふらりと戻ってきてしまった。しかし現実は私の甘い妄想に付き合ってはくれなかった。パソコン立ち上げたままだったっけ。パソコンの電源を落とそうとモニターに近づいた。その時一つのファイルが目に飛び込んだ。瞳って書いてあるね。テキストファイルかと銘打たれたテキストファイル。これは何だろう。何とかそれを開こうと試してみたが、パスワードが設定してあるらしく開くことができない。もしかしたらこれは高田先生からの伝言かもしれない。何としてもそのファイルを開きたい、そう思ったが、どうすることもできない。何度か高田先生に関係があるようなパスワードを打ち込んでみたが、ファイルは沈黙を持ってる。また明日チャレンジしてみよう。この疲れ切った脳ではろくな答えが出ない。え、見られるのかな。バイク置き場に到着して愛車のエンジンをかけようとキーを回す。しかしエンジンはかからない。
よく見るとタンクのところに何かの跡があった。これは、それは何かでオイルタンクをこじ開けようとした跡のようだ。どうしてこんな時にろくでもない日だわ。私はため息をついてタンクを見つめた。するとタンクの脇に何かが枯れてることに気づいた。鹿島レイコ。これは鹿島レイコ。もしかして高田先生からのメッセージが開くんじゃないか。これは私は高田先生の研究室に戻り、急いでパソコンを立ち上げた。そして先ほど開けなかった瞳テキストファイルという名前のファイルをダブルクリックする。パスワードを鹿島レイコと入力する。すると閉ざされていた扉が開いた。そこには式部君へと書かれた手紙のようなものが残されていた。しかし漢字の文、本文のところは全てが文字化けしてしまってる。これでは読むことができない。何者かによって行為に消されてしまったんだ。おそらくは高田先生と福岡君も同じように。最後の最後まで本当にもう涙が止まらなかった。もう会えない。そんな悲観的な確信があった。なぜかわからないがそう思った。高田先生、私はそのファイルをフロッピーに保存すると、それをポケットに入れて研究室から出た。もうこの部屋に先生は戻ってこない。そう思うと涙ともに真相を知りたいという強烈なまでの欲求が湧き上がってきた。本当に真相は落合が言っていた通りなのか。真相を見極めたい。あくまで私の信念に基づいて。その後あの研究室には私が入ることになった。式部研究室。名前が変わっただけで何もかもが変わってしまったように思えた。そして高田先生と福岡君の行方は不明のまま今日に至ってる。しかしこのタンクにつけられた傷を見て、ふと高田先生のことを思い出した。そしてもしかしたら彼はすぐそばにいるんではないかという気がした。あの時先生が最後に託したメッセージ、それは今でも大切に保管してある。いつの日かあのファイルを読める日が来ることを信じて。もしかしたら消えた彼らの存在は純也君たちが捜査を進めるうちにわかるかもしれない。最近はそんな期待もある。このところ鈴木様に起こってる怪異事件、その全容を知れた時高田先生と再会できる、そんな気がしていた。この謎はいつか解き明かされる。私の背中に刻まれた烙印と同じように。その日はもうそこまで来てるのかもしれない。おー、ということで、ここまでが瞳編鹿島レイコみたいですね。 S クラス取れたね。よかったよかった。さあ、ということで、とりあえず一周回ってきましたね。既読率75か。まあ見てない選択肢辿っていけば 25% は埋まるのかな。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。